らの名は黒野と赤羽。こんにゃら、いろんな意味で危ない。銭湯のマナーを守りながら戦う。巻き戻した。転送完了です。ここは住宅街じゃな、普通の。二人は時空警察特殊機動隊、通称巻き戻し。この町の銭湯で変死を遂げる青年トトノウさんを助けるのが今回の任務です。そもそも温泉と銭湯って何が違うんだ？温泉は自然から湧き出るお湯またはガスを使ったもの。銭湯は自然、人口関わらずお湯を貸してお金を取る公衆浴場です。ふん、そんじゃとっととターゲット探すか。そうだな。ああ、ちょっとちょっと君たち。なんじゃおっさん。そこの銭湯、今日はもう終わってるよ。あ、ほんとだ。どうしよう、任務は始まってるし日を改めるってわけにも。おい黒野、あれ、お、まだ銭湯にいたのか。あの人、ターゲットのトトノウさんです。やっぱりか、わしに任せろ。おい、そこのお前。え、わしは時空警察の赤羽じゃ。お前を助けに。なあ、お前何考えてんだ。え、銭湯は服のまま浴室に入っちゃダメなんだよ、常識だろ。え、そうなのか。巻き戻しはたとえこんな状況でも右目のタイムマシンリトライアイを使えば。遠目からでもなんか揉めてるのがわかるな。すごい怒ってますね。リトライ、時間を巻き戻しやり直すことができる。あんなに怒らんでもいいだろ、あいつ銭湯オタクか。銭湯は着衣での浴室入室は厳禁、脱衣場の時点でスマホを操作するのも禁止だそうです。このままじゃ僕も入れませんね。でも銭湯の中でいろいろ起きてるみたいだし、それなら。何か策でもあるのか。すいません、本日はもう閉店でして。お願いします、どうしてもここで一っ風呂浴びたいんです。わしら銭湯に入るために夜通し歩いてきた銭湯マニアなんじゃ。そんな、まあそこまで言うなら。まさか作戦が泣き落としとは。まあうまくいったっていうか、なんですかこれ。変装だよ、銭湯はスマホ禁止だからな。似合ってるぞスマホ。そもそものんびりお風呂入っていいんでしょうか。まあまずはトトノウさんに信頼してもらわないとだし。そうじゃそうじゃ、ってことでわしが湯船一番乗りじゃ。黒野には負けん。ほら、ずっ、にゃっ、いってー。浴室で走るからそうなるんだ。銭湯が好きならちゃんとマナーを守れ。実はたくさんある銭湯のマナー。今度こそ湯船一番乗りじゃ。体を洗ってからじゃないと湯船はダメ。はぁ、極楽極楽。タオルを湯船に入れるな。髪が湯船につくのも良くないので長い人はちゃんと対策しましょう。浴室やサウナで騒いだり歌ったり、洗い場で必要以上に場所を取るのもダメ。びしょびしょのまま脱衣所に戻るのも禁止だ。銭湯って意外と約束事が多いんだな。ぐえ、めんどくさいの。風呂くらい好きに入らせてくれればいいのに。銭湯はただの風呂じゃない、みんなのための公衆浴場だ。全員気持ちよく入れるようにマナーがあるのさ。あそこのサウナ室にもめんどいマナーがあるんか。もちろんサウナにもマナーはあるぞ。でも今は調整中で入れないんだ。もう2ヶ月になるかな。壊れてるのか。原因不明の故障らしいんだ。残念じゃの、入ってみたかったのに。それにしてもトトノウさんは本当に銭湯が好きなんだな。この町の銭湯には生まれた時から世話になってるからな。ほら、そこに古い人形あるだろ。あれなんか俺が生まれる前からある守り神様らしいぜ。なんか不気味な人形じゃの。今じゃ仕事前に1日1回拝むのが日課になってんだ。ただ先月から他のバイトがバタバタ辞めていって、残った従業員俺一人なんだけどね。一人？なんでも夜になると妙な声が聞こえるとか、湯船で生首見たとか、みんな怖い思いしたらしくってさ。怪奇現象、任務と関係ありそうですね。ああ、さてそろそろ女湯の掃除も終わらせないと。長話して悪かったな。俺も手伝おうか。嬉しいけど今日来たばかりのお客さんにそんなことさせられないよ。ゆっくり使っててくれ。おう、大丈夫かな。5分後。なんじゃ、トトノウさんの声だ。マナー違反とか言ってる場合じゃないぞ。走ろう、急いで向かうんだ。大丈夫か、トトノウさんと。誰じゃお前。消えた。これが噂の怪奇現象ってやつか。黒野、トトノウは。ダメだ、もう。くそ、
でも銭湯の怪奇現象のせいってことは分かった。ああ、銭湯の化け物退治じゃ、リトライ。しかし整うさんのとこに行こうとすると怪奇現象が起こる。178回目。これ全部髪の毛か。足が動かん。405回目。おっー、なんで銭湯に猿が。いでででで。しかもこいつら霊だから剣が効かんぞ。やっとの思いで整さんのとこにたどり着いても691回目。棚が、扇風機が浮いてる。ポルターガイストか。だが切れるんならこっちのもんじゃ。うわー、銭湯の備品が。命には変えられんだろ。おいクロノ、何サボっとるんじゃ。怪奇現象の種類が多すぎる。無差別に霊がここに集まってきてるのか。でもそれにしては的確に整さんばかり狙ってくるし。ブツブツ言ってないでお前も戦え。守り神様助けて。祈ってる暇があったらどっか隠れてろ。あ、危ない。うわぁ、骨折れたかも。ったく、めんどくさいやつじゃな。リトライ。971回目。そうか、わかったぞ。なんじゃ急にでかい声出して。怪奇現象の攻撃が決まって激しくなる瞬間があるんだ。あの人形、あれに近づいた時だけ急に霊がもっと活発になるんだ。え、守り神様を。よくわからんが、あれが霊を引き寄せてるってことか。そんなら、こいつをぶった切れば。わあ、やめろ、罰当たり。いや、でも根本的な原因はこれじゃないと思う。どういうことですか？もし人形が霊の親玉なら必死で守るはずだろう。でも霊とかもそんな素振りはこれまで一度も見せなかった。まあ確かに、なんならこいつも毎回棚から落とされたり散々な目に遭ってたしな。ってことは守り神様は単に霊を集めやすい性質ってだけで。ああ、別にいるはずなんだ。整さんを狙うよう指令を出してるやつが。ちっ、また始まった。整さん、とりあえず今は人形から離れて。わかった。二人とも精神ダメージがだいぶ溜まってますから、残りのリトライ回数にも気をつけてください。ねえ、結局何も解決しとらんつうのに。くそ、黒幕がどこにいるかさえ分かれば。おい、クロノ、あの霊。あ、最初に整さんをやったやつ。いや、待てよ。赤羽、あの女の霊が整さんを襲った場面を一度でも見たか。最初以外見てないが、それがどうしたんじゃ。その一回も直接手を出したところを見たわけじゃない。ああ、ん、なんだ、ジェスチャー、手話。いや違う、何かを指さしてる。そうか、赤羽、サウナ室だ。なんじゃやぶから棒に。あの霊は最初からただ一点サウナ室を指さしてた。ずっと教えてくれてたんだ。多分だけど、あの霊は人形に宿る霊なのかも。言われてみれば確かに髪型とか似てるが。毎日お祈りしてたから助けてくれたのかな。とにかくサウナ室じゃ。うん、うわ、急に集まってきた。どいてろ。な、ダメじゃ、こいつら一点に集まって壁みたいになっとる。でもこれで確信した、黒幕はこのサウナ室の中にいる。あとはこの壁をどうやって突破するかだけど。そうじゃ、サウナ室の近くのボイラー、あれをぶっ壊して爆発させよう。うまくすりゃ中にいる黒幕もぶっ飛ばして任務クリアじゃ。善は急げ、今すぐ作戦実行じゃ。ちょっと待った、ブレッ。何すんじゃ。それだとサウナ室が壊れちゃうし、整さんが悲しむからダメだ。俺に考えがある。しょうもない作戦だったら承知せんぞ。大丈夫、このクリアルートならいけるはずだ。リトライ。972回目。まずは俺がこの人形を持って霊を引きつける。そうすればサウナ室前の霊の数が減って、わしの剣が通用するようになるってことか。あれ、さあ、怪奇現象の親玉幽霊、ここにいるんじゃろ、姿を現せ。まさかわしの悪霊たちを突破できるやつがいるとはな。あれ、このおっさん、確か。バカな戦闘、今日はもう終わってるよ。あんたは。久しぶりだな、無礼なバイト。なんじゃお前ら顔見知りか。というか幽霊じゃなくて親玉は人間なのか。顔見知りも何も、この人銭湯に来るたびにマナー違反ばかりしてた迷惑客だよ。何、
言ったな。ダハハンカーピー。他の客から苦情があったから2ヶ月前出禁にしたんだ。よくもわしの居場所を奪ったな。わしはただ気持ちよく風呂に入ってただけなのに。だからって他の人に迷惑をかけちゃ。黙れ黙れ。あの日以来お前に復讐するために悪霊を呼び寄せる術を買い戦闘に嫌がらせしてきたのさ。だがそれもここまで。こうなれば隣のガキモノともこの場で葬ってやろう。いい加減にしろよ。バージョンアップ。悪いのは全部お前じゃろうが。いいよ。こうしてあっさりおじさんは撃破された。その後悪霊がいなくなったことでサウナ室の異常もなくなり、あー気持ちいい。この汗がブワッと出てく感じが心地いいの。二人ともそろそろ出た方がいいんじゃないか。そうだな、そろそろ出ようか。すっかり整ったし。整うさんも無事見事任務はクリアした。おい、もう出るのか。軟弱じゃの。わしはまだまだ余裕じゃぞ。俺だってまだまだいけるさ。やめとけやめとけ。お前じゃわしには絶対勝てんわ。やってみないとわかんないだろ。1時間後。頭がグワングワンする。立てん。だから言ったのに。ぎゅう。サウナに長時間入るのは気をつけましょうね。ご視聴ありがとうございました。とりあえずリトライしてもう一回見ようっと。チャンネル登録とコメントもぜひ。